やろ YouTube! イエス時間の鬼まむしこと沢清しみず。今日は皆さんにシェアしたいのは仏教でいうところの発祥道という考え方ですね。私今仏教を学んでいるんですが、この発祥道っていうのは 8個の正しい道って書くんですけども今こちらにね書いてあるようなこの8個のことです一つ一つ見ていきたいと思いますけれどもねこれが仏教の真髄ブッダがたどり着いた一つの真髄のうちの、まあ、いろんな神髄の中の一つだって言われてるんですね。でこれを全部極めると まああの100%の悟りにたどり着くと言われているんですが、なかなか我々はこの体に、肉体に依存している間は、なかなかあのここにはたどり着かないなんていうふうに言われてますけど、生きてる間に、ね、あのたどり着いたのは、ブッダお釈迦様だけだなんていうふうに言われております。でも私たちはなるべくそこにたどり着くように、日々精進していきたいと思ってるんですね。そうということで我々、あのこれのについてシェアしたいと思います。まず証 これ見るってことなんですけど正しく見るっていう風なんですけど一体ね正しさって一体何なんですかそうなんですよねあの。自分が信じてることってみんな正しくなっちゃうので自分自身では偏見に気づくことができないんですね。そうなんですよな,なので偏見に偏った考え方っていうのはみんなと比べてあの標準とか、ね、偏差から自分はどんだけずれてるのかなって偏見っていうのが分かったりするんですけどもそれが。 ね、私たち気づかないんですなんでかっていうと我々が今まで育ってきたあの経験とか体験とかこれね小学校どこ行った中学校どこ行ったそのよ経験の相和においてあこれはいいことだな悪いことだなってね全てのことがいい,い,い悪いとかねあのこれはあのプラスの感情だマイナスの感情だプラスの楽しいこれは最高だ今日も最高だとかと結びつく感情も いやその思考とももああれば、まあ、マイナスのの方にも結びつくのがありますよね代表的なのはその怒りとか不安とか、ね、あの後悔だったり不満、悲しさだったりあの義務感だったり、まあ、いろんな負の感情があるんですけども結局今までの人生経験からそれと何かしら自分の知識が結びついているわけです。つまり目の前で起こったことをどうしてもジャッジ、判断してしまうわけですよね。そこから離れましょう、正しく見ましょう、ありのままのそれを捉えましょう。つまりりての感情から切り離された ただ、そのありのままの事実を見ていく、これが。 そのいろ、少量病死のさまざまな苦しみから逃れる一つの方法だということをお釈迦様は解いていらっしゃるというふうに私は解釈しているんです。で、この、ね、悩みでもね、悩み煩悩っていうのはやっぱり人間がこの体に依存している以上絶対抜けないと思うんですね。ということで、まあ、例えば悩んだりね、うわー、これはムカついたとかですね、うわ、こいつとかって思った時はですは、ね、それはあのーまあ、こういうやり方が有効なんですけど、今そこにフォーカスしているから、ね、意識を集中してるから、全集中ですよ、してるから怒ってしまったり、怒ってしまったり。 そこから一歩引いたもう1人の自分が例えばここから魂が浮かび上がってね幽体離脱した自分があ沢君今君怒ってるんだねあ怒ってるのかなっていうふうにこう自制した自分要は自分をさらに俯瞰してみるような感じ幽体離 これをね、勇体離脱っていうふうにね、まああの、言ってるわけですけれども、そういったことができるようになると、ね、人間の怒りっていうのは大体7秒で沈んでしまうっていうのがあるので、その7秒間ね、ああ、君は怒ってるんだねっていうのを見ることができると、あのすごいもうかあの勝手にありのままの、あそうなんだ、ええー、そうなんだ、あなたの人生を生きていらっしゃるんですねとか、こういろんな解釈ができるようになるわけです。そういうふうに正しく見る、つまり自分の良し悪しの、 ものから切り離してみる。これがありのままの見解をするっていうふうに私はこの証券、正しく見るっていうのを捉えてます。じゃあ正しく見た後どうなるのか、その後は正しく思え。これが証、私有、死っていうのはこれ考える思うってことですね。でもさっき言ったように何か正しいのか分からないです。でもどう何が正しいのか分からないとしたら、ありのままのそれをね、 過去って変わりますか、過去って、ね。過去は変わらないんです。ということは、その1個しかないんですね、過去はその1個ずつがず積み重なっている。そしたら、それを最低だと言っても、最高だと言っても変わりないんですね。なぜならば1個しかないから、最高も最低も同じですね。だったら、どう見るのか、どう考えるのか。例えばね、砂漠、うお、のが渇いた、どうしよう、うん、コップに水が半分だけ入ってる。 と思ううのかうわーやったたありがたいまだコップに水が半分は入ってるって思うのか要は陰と陽の考え方があった時にどんなことでも捉え方によって陽に思うことができるんです。じゃあだったらあなたはどっちで考えますかこれが 正しい考えどうせ考えるんだったらね、ね例えばピンチはチャンスとか、人間,採用人間万事採用がんね中国の故事でありますよね。あの例えば自分の身の回りにすごい大変な悪いことが降ってきた。そしたら、沖縄は言うわけですよ。それ果たしてそれは本当に嫌なことなのかなそしたら、それが原因で今度はそれそのおかげでいいことが起こったりするわけですね。そしたら沖縄は問うわけですよ。それは果たして良いことかなと。 そしたら、その、ね、良いと思ってたことが原因でまた悪いことが起こる、こうねぐる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 回るような、そういった、これがその世の中の、まあ、制限波でいうと、サイン、コサインを買う方を、ね、行ったり来たりするような、そういった、それがこの世の中の本質だということに、まあ、お釈迦様は気づかれたのか、そして、じゃあどうせ考えるんだったらいい方で考えよう、これを要点思考、ね、要、陰陽の要、どうせ考えれたらいい方に考えた方があなたの人生、どっちがいいんですかただ、どっちがなりたい自分になれるんですか。それは 自分がこうなりたい自分の価値観で見たらこっちだよね、ね将来、今じゃないですよ、今の価値観で生きたら、えー、今の自分の延長線上の自分になってしまいますけれども、この先、えー、なりたい自分、そしてそれになっているとしたら、この価値観で生きてるんだろうなと思ったら、そっちの価値観で自分を考える、自分の頭の中をそのようにする、ね、こっていうのが、私はこれは、少子優位っていうその考え方だというふうに思いました。そしてですね 次が正午です。正午。語っていうのはこれ言葉ですよね。言葉とは一体何か。これは思考の癖なんです。脳の中でなどうやって考えてますかそれは言語で考えてますよね。だから正午、正しい言葉を使いましょう。じゃあ正しいとは一体何なのかね言い悪いっていうのは人の人生によって変わります。でもどうせ考えるんだったら、ね、それ思考の癖ですから、ねあの。脳の性質から言って、そこに電気を流したらそこの回路が強化されて、またその。 似たようなパターンになった時にそれを考えてしまうんですね。そしてどうせそのパターンを陥るんだったらいいふうに考えましょう。じゃあいいとは一体何なのかそれをあ脳の癖ですよね。日々、えー、癖づけていくわけです。人生をより良くするには例えばありがとう。どんなことにもありがとう。ね、何が起こっても「うわあ俺は成長した嬉しい!」とかって思う人と何があっても「いや多分いいことがあったら次はもっと悪いことが起こるんじゃないか。かあこの幸運が続かないああ日はどうしよう」ってね不安に思うようなその思考のパターンね。 になるのかかっっって言ったらどっちがいいんですかそうですすそうよね未来のなりたい自分だったらどっちの思考を手に入れてるんですかそっちの方で考えていきましょうっていうのがこの私の理解した小5言葉言葉で考えてますからねそして、えー、あの言葉で考えたことがね言霊とかありますけれども実現していくんですなぜならば言葉で考えたことが自分の行動になるから行動こそが 私のこの脳の中で起こったことをこの現実に、現実このように反映させていく唯一の方法だから、つまり脳の中で、ね、電気が流れたら、そこが神経に伝わって、ベロが動いたり、目玉が動いたり、手が動いたりして、この世にこう影響を与えていくわけですよね。それが次の商業だというふうに理解しています。つまり行とは一体何か行い、ね、カルマとか業とかって言いますけど、これは結局行いの習慣のことなんです自分はどういう行動を行っているのか。 日々いろんな習慣ユダヤの言葉の中で ここういういいとが言われていますあの自分自身への質問質問の質こそが人生の質だっていうことわざがあるんですねそれは一体どういうことかっていうと結局毎日毎日自分に質問してるんですこれはいいんですかあいいですよこれはいいんですかこれはあこれはダメですよ自分自身の質問を繰り返し繰り返し繰り返すことが頭の中の正合になりそしてそれを行動電気信号になって筋肉にやって物を動かしたりいろんなことをすることがこのように反映させる。 それによっていいことが起きていく、このように反映させる、そしてみんなとシェアする、ね、お掃除をするよよ、いろんな掃除をして周りの人にいい環境を提供する、それによって我々の脳が、我々の脳の思った通りのこのように導いていくことができるというふうにこの商業というのを私は理解しています。そして、商業名,名とは何ですか、命です、命の使い方です。それはすなわち 他人に価値を提供するとか、私の仕事です、これをやってます、私が得意なこと、私が好きなこと、みんなのために役立つ、人のために役立つこと、これが仕事。ね、仕事の死には使えるとか、志とか、まあ、いろんな、ね、仕事があると思うんですけれども、それはすなわち命の使い方なんです。そうですあなたができるのはあなたに与えられたこの時間をどう使うかだけなんです。これを証明というふうに私は理解して、えー、このですねいろんな行いが、 自分の魂としてありのままの自分で皆さんに接することができるのかあの、ね、ありのままが一番強いですからねあの、メラビアンの法則っていうのがあって、結局、私がかっこいいことを言おうと思って言語で言ったとしても、それはほんの7%とか数%、私100点の自分を110点に強く見せかけようと思って嘘をつくと、ね、それの7%しか相手に伝わらないので、結局10%くらいになっちゃってる。 ね、そ,のそ,そんな弱い自分で戦うよりも、ね、100点の自分があちょっとかっこ悪いな90点かなって思ってもその90点の本心そのままありのままでお伝えすることによってそれが90点そのまま相手に伝わるわけです、これが影響力です、だからこのありのままの自分で生き続けるこの命を使い続けるこういったことが明いう風に理解しています。そして 精進,精進とはね自分が鍛えるとか心を鍛えるとかそういう意味に使われますけど結局は障害学習勉強です、ね、自分の価値観をアップデートし続けるにはどうしたらいいんですかこの世の中には一生かかっても学びきれないだけの知知知があるんです知知能の知ですねその,あの学びの知があるそれを一つ一つどん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 自分が重要だと思う順に学び続けていく、ね、そういった塾に入って自分の この時間を学びに使う自己投資し続けるそういったことによって我々は今まで私が持っていないその価値観を手に入れることができるんです今の自分の価値観のまま生き続けたら今の自分の延長線上の自分にしかなれませんよね違います自分が一瞬にしては信じられないんだけどもなりたい人がすでに達成しているその価値観を自分にインストールして勉強してそしてそれを体現していくこれをし続けることが 少々人というふうに私は理解いたしました。そして少年。少年というのは歌舞伎とかであの少年場っていうあ,ありますけど、この年っていう漢字はどうやって書きますかね、少年場っていうのは一番の見どころ、見せ場。ね、歌舞伎の中の一番の見せ場のことを少年場っていうんですけど、この年っていう字は今の心って書くわけです。今の心。つまり今、頭の中を埋め尽くしているこの心、思いがまさしく少年。だからそれがその場に残ったり、まあ、部屋に残ったり、それが年なわけです。年 ね、この年いろんな念があります。この念を自分のミッション、これをかけて命を燃やし尽くしたいって思う。その念に対して、えー、私はあのー、その念で生きていく。これが自分の気持ちですよね。そういう風にこの少年ということ。あのー？ 一番もう人生、今全集中、ね鬼滅の刃でありますよね、あれすごいのは全集中っていうのは今を生きるってことなんです、何を食べてもうまい、何を食べてもうまいって言い続けるんです、何を食べても楽しいって、最高だって自分の心の底から思,う思える状態、つまり思ってることとやってることと自分がなりたい自分が一致した状態、こういったものになっていく、これが症状。つまり 情っていうのはこれ定めですよね定めっていうのは変わらないね人間ねぶれちゃうわけです私もそうなんですけどね右行ったり左行ったり右行ったり左行ってブレブレになるそれがぶれない自分の軸を一生かけてこう行くそこになるべく早くたどり着くこれが情定めねあのいろんな座禅とかねいろんなやって我々はそういう心を鍛えていくわけなんですけれどももうすべてがつまり自分じゃないんです自分がこの宇宙と一体化して 私は神様に踊らされている神様の書いたシナリオの行間をただただ遂行しているそういった状態に思う何があってもどんな悪いことがあってもああこれは次のチャンスのおかげなんだどんな良い,いことがあってもああこれは神様が私にこう踊らせてこの日本を世界を良い,い方に導けていけというふうにおっしゃったんだというふうに信じるそして私がそのようなあの心で生き続ける私の信念がどん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 アップデートされて 定めのこのぶれない軸の通りに生きていくっていうふうに導かれていくこれが象徴っていうふうに私は理解いたしましたこの発祥道はね仏教の保守って言われてるんですけどもあのブッダがあのインドで仏教をやってから、えー、29代目の達磨大使があの中国に渡って、えー、インド仏教は途絶えるわけですけれどもそこから、えー、中国を伝わって、えー、この仏教が日本に入ってきたそして我々は今この考えを学びながらあの仏教いろんな宗教に 関わらず、我々わ、えー、こは今後こういった考え方をもとにです、ね、自分の人生、そして周りの人の人生、そして日本の世界のみんなが幸せになるような世界を作っていく、そのために私は今も学び続けていますし、こうやってシェアしています。いかがでしたか、今日の話は。今日も、えー、この話を皆さんにシェアできて、私は最高に幸せでした。時間の鬼まし沢茂でしたイエー